野宮十番苔野宮神社は、京都州京区佐賀のにある神社。旧社格は、孫社、現在は、神社本教の秘宝かつ法人となっている。天皇の代理として、伊勢神宮に仕える西王が伊勢に赴く前に身を清める場所であり、黒木鳥居と小芝垣に囲まれた、正常の地を選んで建てられた。その様子は、現地物語、榊の巻にも描かれている。学問、 恋愛成就、小宝安山等の祭神を祭り、地域住民からの崇敬はもとより、観光ルートの便から、他府県、または、海外からも多くの参拝者が訪れる。豊杉入姫命を橋とした伊勢神宮に奉仕する、祭祀が伊勢に向かう前に決済をした、野宮に由来する神社であると伝えられる。天皇が代替わりすると、未婚の王女、女王の中より、 新たな採用が牧場され、宮中の書斎院で一年間、そして、佐賀の,の清らかな場所を選び、創営された野宮に入り一年間決裁、した後に、西宮寮、現在の三重県滝郡明和町に向かい、伊勢神宮での神事に臨んだ。その時の行列を、採用軍行と言い,い、1998年より、毎年10月の礼祭において、 宇治港を中心に、西宮行列としてその様子を再現している。野々宮の場所は、毎回異なっていたが、佐賀天皇の代の君子内神王の時から、現在の野々宮神社の鎮座地に、野々宮が作られるようになった。採用の制度は、南北朝時代、後醍醐天皇の代の証子内神王を最後に、廃絶し、その後は、天照大臣を祀る神社として存続していたが、 度重なる戦乱の中で衰退した。後に、小奈良天皇、中見門天皇らの臨時により再興され、現在まで皇室からの熱い数計を受ける。近年では、1980年3月18日に広宮なる人新王、1994年2月12日には、秋篠宮文人新王並びに同妃が参拝した。篠は、ありがとうございます。